こんにちは、夏美です。なんだ今、春雪ですね。こんな感じ。結構シャバシャバだね。シャバシャバしてます。うん。なっちゃん結構やっぱカービング好きじゃん。そうだね。やっぱ春って、まあ朝湯のうちバチバチにしまってるからカービング楽しくて、10時とかになってくるとこう、シャバ雪が今みたいな。そうね。そうするとなんか、ちょっとやりにくかったりするやん。うん、ターンはちょっと難しいね。だからなっちゃんあれやろ、もともと、この時期滑ってなかったの昔、うん、もうこの時期にスノーボードするもんじゃないと思ってたからこの時期ってこういうシャバ雪なんで結構グラトリが楽しいんですよ。はい、ね、グラトリをやったことない人とかこれからやりたいなって人向けにちょっとこういうのやるとグラトリなんか楽しくなるよみたいな、おちょっと教えていきたいなと思います。さあ行くぞ。ちょっとねフラットでやりたかったんでフラットのところまで移動しました。場所変わってます。本当にここ多分2度か3度ぐらいしかないんでじゃあまず右足に乗ってください。じゃあ両足に戻ってで左足に乗る、両足に戻る、そのまま普通に戻って、うん、できたよ。じゃあ両足でジャンプしてから右足に乗る、うん、ジャンプして戻る形で、うん、で次両足でジャンプして左足に乗る、戻る、あ、よかった。じゃあ両足でジャンプして右に乗る、もう一回でそのままジャンプして左足に乗る、そうそうそう、でそれを何回かポンポンってやってみて。これって結構グラトリの基礎なんよ。この片足に乗ることが結構グラトリってあるんで、乗りたいところに乗るって結構重要なんで、こういうフラットでどこに乗ればいいとかどこなら耐えれるっていうのを自分で確かめてもらうと結構滑ってる時に役立つんで。なるほどね。で今谷に向いとるやん、なっちゃん次逆向いてみて。でまあ最初のやつははしょってもういきなり飛んで左飛んで右ってやってください。今多分1度か2度ぐらいはあるんで、そう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 、これやとこっち向きやとつま先が乗る、逆やとかかとに乗るみたいな。これ両方やると両方に乗れるんで。めっちゃ疲れるね、これ。自分が乗りに行くっていうよりかは板を頭の下に持ってくるイメージで多分やるとやりやすいんで、基本的に乗るときは自分が乗りに行っちゃうと動く幅が多い、大きいやん。だけど板を持ってくるだけやったら、また下だけを動かすだけなんで、そうそうそう、こっちの方が重心保ちやすいんで。でさっきのつま先側の乗り換えあるやん、あれができるようになるとこういうフラットなバーンって止まっちゃうと結構大変やん。だけどつま先でさっきのやつを交互にやっていくと歩けるんですよ。あれできるだけちょっと、あの人すごいってなるんで、これぜひ皆さんちょっと練習してみてください。じゃあなっちゃんやってもらいます。そう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 、おやったことなくない、なっちゃんでもそういう感じへへ逆向いてるやん。まあ逆向いても別にできるよ、後ろヒールでジャンプしちゃったら、そう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 、はい、こんな感じでねできるんで、参考にお手本やっとく。先生のパタパタ、この走る、こう走る、まあ、つま先と言うんですけど、まあ、最初はフラットについて飛ぶときにつま先に進むフラットついてつま先、難しい、簡単そうに見えるのに。これが足なら、うん、こうついてちょっとこう飛んでいくようなイメージでジャンプしてあげると前に出るんで、うん、板で雪を押し上げる感じ、うんうん、多分あんまりつま先にするとみんな逆やって引っかかっちゃうんで、うん、イメージもこういう感じでやってください、はい、次ちょっとシャドウがあるところに来たんで、さっきのでこう右足とか左足でつま先かかとに乗り方分かったよ。これ前も言ったんですけど、片足に乗って右回り左回り、あ、ね、なっちゃんどっちが苦手、どっちに乗るのが苦手、右っちゃうかな、かな、左かな、どっちも苦手やなとりあえず右足に乗って一回右回りからしよう。右足に乗って右回り、ヒールつま先内、ヒール外、つま先内って感じですね。はい、山側にある方に重心を残していくイメージで、
あとは目線とかを送って開けると勝手に回るんで。じゃあ次は右足乗って左回り、逆回り先の。いいね、いいね。じゃあ次左に乗って右回り。お、苦手やん。お手本してくれた。で、今なっちゃん左の時だけ180度ぐらいで一回止まってもう一回回り出す癖があるんですよ、うん、できれば一定の速度で回るといいんで、目線を送り続けてあげる感じで、この山側に足を残しておいてあげれば絶対逆エッジになることはないんで、そう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 、一回やるか。目線をちゃんと送る、目線が遅れてないな。そう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 、送り続ける回転方向にでね、結構最初こうやってなったりするんですけど、これ練習するとほんといいんで、これなっちゃんが嫌い苦手なとこ分かったんで、左苦手やね。まあぼちぼち練習してもらったんで、逆回りは左に乗って左回り。どういうこと？左に乗って左回り。じゃあこっちってなったか。そうそう、できるやん。さっきが一番苦手やね。そう、何が違うかっていうと目線の送り方が苦手なんやから、右回りの方が。こっち？そうだけど、右足の方が多分器用やで、足でどうにかできる、右足は。で、左に乗ると左が不器用で、かつ目線が遅れないのでできない。結構ね、これ自分の特性をつかむのにもいいんで、そうするとなんかな、何練習したらいいのみたいなのが分かりやすいんで、結構逆エッジを少なくするにもつながるんで、回転して着地した時って、あれ自分どこみたいな、どうしようどうしようってなるんですけど、この片足に乗って回転するのを癖づけると、とっさにそれが出てくれて逆エッジ防げるんで、これをやってもらうとグラトリの何のトリックスにも結構つながるんで、ぜひ皆さんやってほしいと思います。お手本。なるほどね。うまこんな感じです。うわ、いや、なんか自分の苦手な場所がバレバレで、草このさ、なんていうの、フロントテール。そう、多分ね、レギュラーのフロントテール結構やってるからさっていうのと、あと、もう結構なっちゃんの角度的に確かに、ね、前振りなんで今そっちの方がそもそも向きやすいっていうのはある。うん、セッティングとかやりにくいとかもあるし、骨盤の旋回が自分どっちの方がしやすい。日常生活でそういう風に旋回するのが多いと骨盤がずれたりするんで。確かにね、普段さ前振りやからこっちしかないから。そう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 、だからこっちはいいんよ。そうそうそう、こっちがね、どうしてもそう、カービングであるあるだから多分こう左のこっちは多分致命的かもしれん皆さんもね、今ね春雪やからね、こけても痛くないから、ちょっと苦手なことに挑戦しやすいね季節かもしれないから、皆さんもグラトリ挑戦するなら今かもね。私もそうだよね、私も今の時期ぐらいに挑戦グラトリするので、よかったら皆さんも真似してみてください。今回の動画を見ていただいて本当にありがとうございます。また次の動画でお待ちしてます。ほな、またねー。